ラジオエジオです、えー、髪の毛が伸びまして普通は散髪行くんですが、えー、ちょっと散髪どうかなと思って、えー、外出控えてい行けるだけ行こうと思ってちょっとこの辺り妻にカットしてもらいましたこの辺り <laughs> こんなことするの初めてなんですけどね、えー、髪の毛伸びたら散髪行くんですけどね、うん ね今日は相場が反発しておりまして、今、ニューヨークなんかまだ上がってましてね。まあただ、あの昼間の単身でも言ったんですけど、これ強いわけではなくて、まああの大きく下がった反動が出てるんだと思うんですよね。ものすごく値、ね、動き荒くなってて、ニューヨークダウンはもう2000ドル動いてもおかしくないというね。ドル円も101から今日105円ぐらいまで、ね、4円ぐらい動いてるしね。えー、1日で。だからあれ、 下手なトレードすると簡単に捕まっちゃうんだよねだからそういう意味で本当に難しいんですよね。例えば102円でも高いかなと思って売ったりすると105まで行かれちゃうっていうね。えー、でまあ、105近辺だったら売っていいと思うんだけど105で高いと思って売ったら107まであったとかねあり得るしね。だからその辺が細かくね対応できる人じゃないとできないんで、えー、今の相場っていうのは、まあ、本当ノータッチが。 いいようなな動きになってますねまあそれにしてもねえー、落ち着きませんねあのいろいろと落ち着きませんねいつまでたっても閉塞感漂う状況でねうんだからまあ何でしょう僕や妻は、えー、家にこもってれるれ こここもももっっってててれればらるるんんでですよひたすら。<laughs> で、もう本当に外出しないようにして、こもってるんですよ、ええ。ええ。だけど、ね、外出しなくちゃいけない人もたくさんいるし、それからね、あのビジネスとか生活に本当支障をきたしている人もたくさんいるんで、本当になんとか早く、<laughs> 普通に戻りて、 と思うよねなんだけど、まあ、どうなんですかね。来月もこんな状況なんだろうか <laughs>、うん。何か変わっているんだろうか、と思います。まあちょうど僕は今日でえっと、YouTube 復帰の12、12、3で4ヶ,月4ヶ月なんですよね。で明日から5ヶ月目。 で投資の情報を出し始めて、今日で3ヶ月で、明日から4ヶ月目なんですけど、まあそんなタイミングなんですけどね。まああのー、今回本当に、えー、長い気がしてて、もう本当にたった4ヶ月なんだろうかと思うぐらいに、えー、濃密な時間をね、過ごしております。この間、動画何本出したんだろう。えー、200、250本ぐらい出してんじゃないかと思うんですけど、 うん、4か月で多分250本ぐらいは出してると思うんですよね。と思うんですけど、えー、そんなあ今日なんですけどまさかね、えー、YouTube 復帰して4か月後にこんななんか息苦しい世の中になっているとは思わなかったし、えー、数年に1回みたいなあるいはもっとみたいな、えー、株式相場相場のね、えー、クラッシュ が起こっっていると思,は思わなかったしまあ、本当に何がああるかかわりまませんね、えーまあ、例えば、東京首都直下型大地震みたいなことがあったっておかしくないわけだから、そういう、とんでももっともっとすごいことが起こってたことを考えれば、まだましですけど。でもやっぱりあれだね、10年に1回ぐらいずつは何かありますね。えー やっぱり長く生きてるとね10年に1回ずつぐらいは何かね大きなねええー、っていうことがありますね。<laughs> ってことはあとはだからあと2回ぐらい <laughs> あと2回ぐらいはええー、って思いながら人生を過ごしていくんですかね80まで生きるとしてね <laughs> そんなことを思っております。まあとにかく今あの相場やってる方こんなチャンネル見てる方で相場やってる方多いと思うんですけど。 値動きやないんでね基本やらない方がいいい方がと思いますよでこのサブチャンネルなんですけども <laughs>、えー、待てど暮らせど、えー、ね YouTube から無視されてまして収益化の申請がね、えー、合否もわからないという状態なんでね、えー、ちょっと今投稿頻度下,げても下がってますけどねまああのこのチャンネルはいろいろ気ままにつぶやけるチャンネルなんで今後も投稿はしていきたいと思っています。 あとあのメインチャンネルの方が、うん、と今まで動画アップすると速攻でえっと広告規制がかかって、えー、全然広告つけてもらえなかったんですけどね、えー、先週末の相場天気予報なんか24時間普通まで45時間で解除になるんですけどあの動画なんかね24時間、えー、丸24時間 <laughs> 週末の金曜日の天気予報ですね24時間丸24時間 規制がかかりましてね、えー、結構再生回数があったんですけどまあ <laughs> 広告がつきませんでした。<laughs> えーね、だけど最近あのこの、うん、土曜日から土日月ーと今結構上げてる動画がその黄色マークならずに、えー、動画がに広告がつくようになってますよね。 で、まあ、あまりついてもうるさいのであのちょっと動画の広告の頻度をね下げるようにしてるんですよ。それ多少調整できるんでね、えー、下げるようにしてるんですけどまあそんなことで、えー、土曜日以降はつ、えー、くようになってます。あの時で勘違いされている方いらっしゃるんですけど僕は何か違反してるわけじゃなくてあの結局例の問題についてあの動画で語ってたわけですよ。だってそれがメインの あの今のね相場を動かしている材料なんでねでそれを普通に事実を語ることが駄目ででそれがあと駄目になってあとで駄目になってで前の動画は全部あの収益化停止になったんですよねでそれのペナルティみたいな感じでで最近出すやつが全部駄目だったんですよねだからまたあの著作権違反してるとかもないし、えー、極力神経使ってやってるんでね チャート画面なんかもねちゃんと j、えー、m クリック証券とか、えー、チャート、えー、トレーディングビューとかにちゃんとお話をして、えー、使っていいですかって聞いてやってるしねなのでそういうのはないんでただただあの疑われてるわけでねそれもその今一番問題になっているその問題の名称を言ってたっていうことが、えー、ペナルティの対象になってるわけよ。 ゆ、ね、う,うは普通 <laughs> うは普通だからそれを言ってた動画が30本ぐらいあってその30本ぐらいが全部ダメになって、えー、それでそうそれを言ってたからっていうことで新しい動画も全部このチャンネルは怪しいっていうことで全部黄色になってたんですけどねまあいろいろ調べていろいろ対応したんですけどその結果あの黄色が消え で,ですね今ここ123456本の動画ねはあの広告はつくようになってましてねだから逆に皆さんうざいと思うんですよまだ広告はつくからねだからちょっと減らしてたりします、えー、広告のタイミングを間を空けるみたいなことができるんでそれを減らしてたりはしますはいそんな近況報告兼 <laughs> ねてで相場に関しては寝動きが,動きが荒いんで、えー、控えめにみたいな話でしたはい そんな今日この頃です。